はい、というわけでプレイしていきたいと思います。クラフトピアやっていきましょう。本日も待って、こっち大丈夫、石、あ、大丈夫だね。こっちの石溢れるから大丈夫じゃなくね。大丈夫じゃないね。ちょっと待ってね。アブゾーバー作りてえな。しかしちょっと石を持ってって、これで、おお、荷物がいっぱい持てないで地面に散らかしてる。よういっぱい持てるなと思ってて俺今。あ、全部あっちに飛んでくからチェストに帰ってくわ拾えないと前に飛んでくから、飛んでけ。まあいいわ、一回作るか。壁やばいな、ほんとやばいな。ちょっとこんなに石ちょっとやばいですね。ほんとに大変なことになってきてるよ。さすがにそろそろ止めても良いのではって思ってきた。よし、これ持って帰るか。帰るか、つか持っていくか。パイナッポーは次回で。それよりもあっちをどうにかしないといけないから。クマタワーを、蹴りをつけないといけないからね。じゃあ、アブゾーバーのために、木を切ろうか。木を切っていこう。石炭売ってねえかな。むしろアブゾーバー売ってねえかな。それが一番手っ取り早いよな。なんか拾えてないね。あ、拾えた、よかった。アブゾーバー売ってねえかな。そしたらマジ神なんだけどな。よいしょ。重たいな。かといってもう壊れたリペアしながら。あ、そっか、動けねえのか、このゲームリペアしながらは。なるほど、仕方ないね。よいしょ、これでいっか。トレーダーに話しかけて、向こうの市場全部回収してもいいな。もういらないよね、あそこ。正直あんなに頑張って作ったけど、何倍の効率出てるかわからんようなすげえもん作れたから。集中の力戦の強い。いてつぐ焦げたちょっと待ってこの矛盾好きだ、買っちゃおういてつぐ焦げたって。いや、もう銀いらないな、いらないわ。はっ、ゴールドクラッシュ、これなんかいいのあんのかな。なんか起きんのかな、俺。ちょっと試したいよね、やっぱりね。よし。買っちゃった。いらないけど買っちゃったわ、変なの。衝動買いしちゃったよ。何買ったかもわからん。待って、石がやべえ。石こんなにいらないから。インゴット焼くか。かまども向こうだな。いや、もうあっちで焼こう。とりあえず早いとこあっちに行ってどうにかしないといけないから、こっちからがいいわ。よいしょ、ウィーンつってあっち行って、じゃあアブゾーバーちょっと回収しよう。すごい量のアブゾーバー使ってるから。おお、竜巻よ、ここね。スタミナ全開しないと登れないの。よいしょ、やっべえわ。びっくりするぐらい置いてあるわ。
やっべえわ、これは。これが全部いらなくなるって。受けるんだけど。今、監禁されましたって言うとき、いくらだったんだろう、結局。よいしょ。市場を回収したいです。そして、このロボットくんも。早くアブゾーバー回収できるようになってほしいね。市場回収したときに。ダメだ、これダメだ。とりあえずアブゾーバー回収してやるか。よいしょ。で、あの回収のシステムは今回完全リワークします。リワークっていうの、リワークで合ってるか、作り直せる。完全に作り直します。もうね、いやでもな、100% 思いついてないんですよ。一応ある程度の方針までは立ててきたんだけども、それ以降がね、立ってないんだよね。どうやって回収するか。結局リログしたタイミングで全部同期されてしまうから、アブゾーバーが。それをどう処理するかっていうね。本当はな、ダイソン作りたいんだけどな。ダイソン作れたらいいんだけどね。八角形とか、これあれだからね。あれジャンプしないね。このゲームなんていうの、回せないからね。インベントリじゃない、なんていうんだこれ、設置する壁を、これを回せて8方向とかに置くことができれば、8方向っていうのは角度つけてね、ちょっとそれができれば、あれだったんだけどね。まだ、チャンスはあったんだけども。今のところまだできないんで。回収できないな。いけそうでは。ダメだ、ちょっとドローン来ちゃう、邪魔だ。さっき市場取ろう。よいしょ。待て待て待て。落ち着け。あ、いっか別に。よいしょ。はっ！やってもうたかも。やっちまった。やっちまった、また。落ちて。うわ。うわ、よいしょ。いや、これは大量に設置したな。あまりにも大げさにやりすぎたな、これは。これ上乗れる？市場の上乗れる？もしかして。乗れるじゃん。よいしょ。回収できない。こんなもんでいっか。アブゾーバー14個。十分だろ、さすがに。プラス向こうにあるもんね。よし。で、コンベアも多分余裕あると思う。なので、どうにかなるかな。ただ問題はな。いや、見に行きたくねえな。やんべえ量のアイテムが湧き出てたんだよな。で、俺ね、なんだっけ、このタワー、手前にずれてきても大丈夫っていうことが気づいてしまった。手前にずれてきたら、また勝手に戻ってくるんですよ。あ、最高コンテナ売ってるわ。アレクサンドリア。まがまがしい。コンテナ買っとくか。いらないけど。いらないけど買っとくかって。いやー、金があるって素晴らしいわ。落ちるじゃん、手前に。奥にずれたらめんどくさいことになるけど、
手前にずれる分には大丈夫な気がする。なんでそこで浮いてんのかな、そのコンベア、コンベアじゃない、量産機。手前に右にずれてったら、このコンベアによってまた元に戻ると思うんだよね、俺ね。コンベアで押し込んだもんね、確か。大丈夫そう。こっちにクマが引っかかってるけど、まあ落ちていくよな、あのクマは。大丈夫そうだね。良いのでは、良いのでは。問題はだよ、アイテムだよ。すんげえ量のアイテムたちをどうするかだよ。とりあえずまずこれ溶かすじゃん。この溶かすじゃん。前回作った全部溶かさないといけねえな。大変だな。応急処置でやったやつが詰まってるやん。詰まってますね、そこね。これどうしよう俺。あ、ダメかも。いや、できるか、できるか。ここからでいくか。おい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 、なんか引っ張っちゃった。そのアブゾバも取れ、そのアブゾバ取れる、取れた、素晴らしい。それだったらコンベア仕事したわ今。よし、よいしょ、よし、よし、いいぞ、今のところいいぞ、今のところいいぞ、今のところいい。あ、よくない、よくない。もう一個手前からだ。すんげえアイテムが流れてってる。こっから？こっからやった方がいいよな。むしろこっからか。こっから上げた方がいいか。こっから上げた方が良さそうだな。どうせクマこっちまで降ってくることないもん。こっちまで来れないもんね、あいつら。する？こっちでもいいかな。今のところからでいいか。じゃあこっちの左から、左の下から、そこからスタートしましょう。これで絶対完全に相手も上に持っていけるはずなんで。よしよし、どうにかなるわ。で、回収？回収システムどうするか俺まだ考えてないよね。結局回収どうするかなんだよね。どうしよっかな。うまく回収できないと厳しいんだよな。市場が全部同期じゃ、同期じゃない、市場じゃないね。あの、これ下り上がり？危険なコンベアか。なるほど。アブゾーバーが全部同期されちゃうから、
その同期された中でアイテムをうまく運搬して回収してっていう流れを作りきれないといけないんだよね。どれぐらい止まるんだろう、時間的に。3秒ぐらい落ちてたかな。コンベアで回転寿司みたいに流して止める？ドキドキ。どうなんだそれは。それはどうなんだ。横でやっちゃうと厳しいと思うんだよね。この市場終わったよね確か俺。うん、終わってるね。ログインして一回売られてるんで、これ空だよね。オッケー。よいしょ。こっちもいいよね。じゃあゾバついてないよね。うわ、すげえ溜まってるやん、もうそこ。どうしよう、それ。一回俺がもう巣で売ってくるか。よしよし。だいぶ回収できたはず。ここの市場に。ダイレクトで売ってこよう。よいしょ。ここ右クリックするだけで入るやん。なんだ。なんだ。知らなかった。これでだいぶいけた。ここに石も入れるわ。OK。で、ここは一応稼働させつつ、向こうが準備して結合しよっか。そうしましょう、そうしましょう。あれ、回収できない。斜面コンベヤ作る。そう、コメントで、あれだ。左下。インベントリの左下ってこれか？そう、左下でなんかね、剥がせるようになったって言ってたんだけど、エンチャント、画面左下にエンチャントを剥がせるアイコンがあるので確認します。活用します。もしかしてこれエンチャント剥がすアイコンなの？ゴミ箱じゃなくて。完全に削除するって書いてあるんだけど完全に削除するって書いてあるんだけどこのアイテムを完全に削除します。よろしいですか、この操作が。いや、ダメです。ちょっとどこか分かんないですね。インベントリ通貨のインベントリ、ここだよな。ワークベンチか。違う、あれだろ、フォージだろ。フォージ基本こういうの、フォージだろ。これだ。基本こういうのはね、エンチャントテーブルとか鍛冶屋とかダメだ、ないわ。なんか意味のないやつなかったっけ？作ってみたけど使えなかったやつ。違う。ガジアの。
ないな。ないわ。サイクラフトみたいな感じか、もしかして逆に。ない。わからん。わからんです。俺にはわからない。俺にはアップデート来てないっす。よしよし。開けるよ。上に伸ばして、一箇所横。横。こっちで高さ調整をして、もう一個前上げるか。あの壁壊さないといけなくなるのか。ちょっとそれはいかがなものかと思うが、それいかがなものかと思うが、向こうから引っ張ってこれなくね。そうしたらどうする？裏に、裏にあれつける。いや、やっぱこれさ、もう一個下なんだよな、一番スムーズにいくの。ここなんだよな、一番スムースなの。ちょちょ、コンビは回収するかも。回収しよう、これ全部。全部却下だ。スムースのところにしよう、もう。何回収した俺今。なんか俺変なの回収しなかった。大丈夫？やっべ、流れてくるアイテムのせいで俺これ回収できねえかも。コンベア、そんなバカな。あ、できるじゃん。これももう一個下だね。これのオフオフ、クフで倒れんな。頑張れよ。どうすか。あ、壁回収した。もしかして俺壁回収したってことは、アブゾボも一個消えた。今んとこだよな。これだな。ダメだ。違う壁。アブゾーバーごと壁が消えやがった。だったらもうこれでよくね。もうこうなったらいいですよ。もういいですよ、俺。そうなってしまったらですよ。そのアブゾバを回収して。回収して。そっちも回収するか、一回。よいしょ。そっちも回収して、ついてないわ、むしろ。よいしょ。オッケー。
向こうから持ってくる勢いがあるから残ってるかもな。そんなことねえか。よし。よいしょ。裏にあるアイテムはいいわ、今は。後で、うわぁ。後で回収するわって思った。ちょ、待って、それさ、一回さ、止めとこ。こっち側で止めとくか。もう一個上からでいいか。一回ここで。ここで吸って。よし。これちょっと、どうにかしてもらおう。当分の間。ワンスタックずつでもね。どうにかなるでしょう。ないより全然マシでしょう。これどうすればいい？あは、オッケー。違うな、こうしよう。うわ。上から積まれていくようなってことは、こうすればいいのか。これでこっちに入る。今そうだよね、そのはずだよね。でこっちの壁も取っ払って、そしたら向こうの壁も取っといた方が良いな。でも一回それ壁取っ払うか。わかった、こうしよう。こっちももう一個設置しとこう。よいしょ。こっちももう一個設置しとこう。とりあえずこれで大部分は処理できるだろう。あれ？なぜかもう向こうに全部持ってかれた。まあいっか。そしてここだよな。本当はさ、こっちに流れてくるまでに全部さ、上で今やったみたいに吸い取っちゃえばいいんだけど、俺は流れてくる絵が欲しいのよ。流れてくる絵が見たいんだ。多分その気持ちはみんなも一緒だと思う。アイテムがすんげえワンサか流れてくる絵が見てみたいっていう。設置させて。そっちロックしたいから設置させて。ダメだ、設置させてくんね。なんで？ウェイ？そこよ。それ。それ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 。よいしょ。嘘嘘嘘嘘嘘嘘、それはダメ、それはダメ。あらまー。
大変なことになっちゃったあれ。まあいっか、もういいや。ここ止めとこ。はい、止めた。止まりました。俺がもう回収して売りますよ、これ。よし、これで、じゃあこっちを心置きなく建築していこうか。もう上回収していいな。そしたらここの出番終わったね。よいしょ。市場ではない、市場ではない。今アブゾバって出たよね。あったあったあった。よし、うん、何で床を設置できないのかな。できた、アブゾバって出たよね今ね。よし、入ってるな、入ってるな。まあ、タワーバトルが勃発中だね。ベルトコンベア、こっちの方がいいな。あ、来た。よし、よし。さてこれぐらいでいっか今は。あ、市場が帰ってきた。あれ？あったあったあった、回収。で、こっちも回収できるようになったと。で、とりあえずこれを全部右側に打ち上げるようにして、それからだね、問題は。よいしょ。一回貼っとくか。よいしょ。こっちも貼って、言うてんだ。よいしょ。で、4番で。こうするじゃん。こうして、こうですね。で、危険なコンペは実は移動速度速かったりして、やべ、6時だ。嘘だ、起きてきてしまう。嘘だ、嘘だ。時間切れか、間に合わなかったのか俺は今日。さすがに間に合うと思ってたのに回収できねえ、回収できねえ。よし、これで一応アイテム流れてきます。まあ、もう一個作っといた方が無難か。もう一個やっとくか。
っちゃい石が邪魔なもんね、これ。これで、ここに流せば、ん？この石引っかかる。引っかかる可能性あるか。ちょっと試しにアイテム流してみるか。その床を剥がすだけで良かった気もしてきた。 X ちょいもうちょい左、よし大丈夫だね。 OK だね、流れるね。なのでまあ向こう側に流すか一回。あ、親は来てきます。というわけでじゃあ今日はこれぐらいで終わりにしましょう。次回はもうちょっとスムーズになるかな。でこれで、あ、でもあれか、そうか、市場こっちに置いたとして吸ってもさ、市場転がっていくような、多分。試してみるか。ほら。持ってかれるわ。持ってかれるわ、市場。市場スタックしちゃう。市場スタック作戦しちゃう。カオスだな。ちょっと考えておきますわ。とりあえずこのこっち向きに流したいっていう、出したいっていうのを思いついたんで、それまではできたんでよかったかな今日。だけでご視聴ありがとうございました。静止画でした。